医療課長時の帰ってきた無謀な企て第140回、あした医療課長時です。はい、2メートル先に立花でございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、ということでね、はい、まあ、唐朋美さんもね、泣きながら謝ってましたけども、ね、高島、はい、そうですね、佐野さん。なんか、それね、せっかく謝ったのに、あの時の山口くんがね、酒気帯びで捕まっちゃって、ちょっと、なんか、ブレちゃいましたね、なんか、謝罪がね。もっとある話題になってたんじゃない？そうですね。あれ結構あれな、あんな高島ちさ子さんと前のなんか事務所辞めたんだけど、はいはいはい、プロダクション沖の社長さんに謝るってなんか結構すごくない？なんかそうですね、感情がすごい、なんかちょっと松井和夫の匂いがしたね、なんかね、ちょっとね、はい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 、縦画面にしてほしかったね、ちょっと懐かしのそうです。いや、あれをだから YouTube で上げる必要がね、はいはいはい、そうですね、あったのか、うん、まあでもなんか自分の判断なのか、もうあれででも丸坊主にねするっていう手もあったね、だからそこで峯岸みなみらいがそうですね、泣きながらの、はいはいはい、ちょっとでもね、尋常じゃない感じがねありましたね。いや結構すごかった。で、同じぐらいの時にね、極楽の山本さんに YouTube に元空手家の入江君が出演してね、なんか、あ、はいはいはい、清掃で お金で10万円もらって、入江君も泣いてましたけどね、ここでね。あ、そうですか。どうもね、俺の YouTube がバズらないのは、これ泣いてないからだな。そうですね、入江さん泣くってことはね、普段あるんですか？本当にない、いや、あるんですよ、本当は。はいはいはい、もう、すごいな、もう昔よりは、涙もろくなって、はいはいはい、すごくないんですけど、こういう、だから、そうだな、だってもう古くから、古くっていうか、昔ね、爆笑バトルの時なんか、はい、スピードワゴンなんかさ、なんか最初の頃さ、はいはい、お皿とかよく泣くイメージあるじゃん。ありますね、はい。やっぱなんか、オンエアされた時とか、ちょっと涙ぐんでたのよ、最初の頃。あ、お皿さん。そしたらやっぱり、ね、はい、お願いされたらね、やっぱりなんかみんな、こう心揺さぶれちゃうのと言ってたさ、はい、やっぱりそうだね、やっぱどうもねえ、なんかすごいよく泣ける人っているじゃない。いますね、はい、ちょっとどうも泣ける人ちょっとうさんくさいと感じちゃうんだよだからうさんくさいなっていうことをすごい切りつけてきた人生なわけ。あ、うさんくさいな、これ、あ、これでうさんくさいって、そうなるとね、なんかうさんくさいことを切りつけていくとね、いろんな分野であるじゃない、はいはいはい、この商売の金持ちとかね、はいはいはい、お金儲けの話とか、こういうなんかね、感動してとか、いろんなことでちょっとなんかうさんくさいなとか、なんだあれだなっていうのを全部こう塞いでいくとね、人間味がなくなってくる、結局人間味が人孤独になっていくんです、逆に全部をやっぱそのうさんくさいところをこうこの閉じて閉じて、ここも閉じてここも閉じてってことはもう人が入ってこなくなるから、でもちょっとうさんくさいところいるんだよ、いさんくさいとか、ちょっとか、あ、まあ、うさんくさいって言ったらだけど、ちょっと勘違いしてるとかね、はいはいはい、なんかちょっと人にこう笑われちゃうとか、はい、なんかそういうところをやっぱり、だからやっぱりね、尾形くんとかさ、はいはい、ね、そうですね、いいじゃない、はいはい、感情がね、そうそう、すごく出てきますね、そうそうそう、なんかそういう感じ、パンサーのね、はいはい、今そう、パンサーのって言ってたけど、コヨーテの方が浮かんじゃってたけどさ、4人分の方がさ、4人分の企画で、ローラーの企画でやってた、コヨーテの今、尾形君って言おうとしちゃってさ、パンサーの方が、ね、そうそう、そういうやっぱりね、こうね、人間ね、ちょっと欠けたところがね、あってもいいと思うんだ。だからね、お酒も飲まないじゃん。あ、はい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 。だからね、やっぱ山口くんのさ、元 TOKIO のね、はいはいはい、山口さんのさ、山口くんのさ、もうちょっと気持ちがもう一つちょっとつかみきれないんだよ、俺も。なるほど。ね、はいはい、いや、でも、ね、また酒気帯びでね、また飲酒運転で、いや、これはもう、ダメなんだけど、ダメってことは分かるんだけど、その芸能界復帰とかさ、は無理とかとか、いや、これでもう TOKIO のさ、再結集は無理だなとかさ、うん、なんでよくまで素人がそんなこと言うんだろうな。うん、そうですね、はい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 、うん、まあ芸能リポーターが言ってたらそれはそれでまた腹立つけどなそうですね、お前らが言うんやね、はいはいはい、それはもうね、リーダーとかさ、はいはいはい、ね、そうですね、まあ、ちょっと今話しちゃった永瀬君とかさ、はいはいはい、そういう人がさ、うん、ね、言うんであってさ、うん、そうです ね、 ね、なんか、だってニュースの時もさ、何にもさ、今メンバーがね、はい、他のメンバーが、はい、が何もコメント出してないうちからさ、このニュースをね、うん、
聞いた時にさ、逮捕の報道を受けメンバーたちは呆れ返っていると見られるって、これさ勝手な憶測じゃないか。そうですね、はいはいはい、呆れ返ってないかもしれない、悲しみにさ触れててさ、なんでなんだよって思ってるかもしれないしさ、なんかすげえ個人的なちょっとしたラッキーなことがあって、あ、なんかちょっと喜ぼうと思ったけど喜びにくいなぐらいのニュアンスかもしれないしさまあね、ちょっともう怒りとかさ、まあ、それは分かんないけどさ、その感情がさ、そんなのさ一言で言えないじゃん。そうですね、ね、言葉にできないじゃん。小田和正さん、はい、小田和正さん、はい、言葉にできない、いや、してるんじゃないかって感じでね、小田和正さん、ダン、言葉にできない、何も言えねえ、北島康介、ダン、モテるのは北島康介だけどな、本当にモテるのはな、まあ、その話はちょっとやめましょうか、本当それはまあやめましょうか。でね、本当に、とにかくね、だからそういうこともあるさ、なんか、いや、まあ、山口君はね、別に俺、好きでも嫌いでもないけど、うん、やっぱりあれだな、本当にスターであればあるほどね、やっぱりみんなね、あの世の中の人はね、やっぱ転落をね、やっぱもう転落を見たいわけだから、結局そういう部分だから、もう転落を見たいんですってはっきり言ってくれればいいんだけどね、みんなその辺のさところをごまかしてさ、なんか正論ぶってさ、はいはいはい、言うじゃない。そうですね、ね、言うじゃないでしょもう言ってみればね、畑陽君の転落なんかもみんな喜んでるわけでしょ。そうですね、一発屋なんてさ、はいはいはい、原因の言葉つけてさ、ね、アメリカとかに多分ないだろう、多分、うん、じゃあ宝くじで当たった人なんか超一発屋だったもんな。そうです、ね、いいじゃないかって話でさそうです、ね、最高じゃないかって話でさ、で一発当ててんだからもう十分だろうって話なんだけどさ、もうね、転落が見たいんだって、もう見たくてさ、そういうね、ちょっとなんかね、みんなやっぱ結果でそのスターになったとこしか見てないからさ、そうですね、ね、そこからこう転落、あれだけ人気あった人が転落してくるんだっていうところをさ、見たいんだっていうところ、だっていや、俺だってそういうとこあるよ。あ、いやいや、そうですね、みんなあるんですよ。もありますよ、だから、はい、いや、そこがほとんど、まあ、俺の場合はちょっとネタになるなとかね、はい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 、もうそういう、もっとそのあれで、ね、ゲスなことで考えてますから、まあ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 、ぐらいなもんだけど、あのそこをみんなな、うん、こう言わないのにね、なんか、うんうん、この言い出すっていうのがあれだな、本当に、ね、いやだからまあ結局だからそのね、まあお酒はね、まあでもな、そうだからここでちょっとお酒をさこう飲まないからさ、はいはいはい、俺なんかはね、はい、まあ、だからそのちょっとお酒を飲む人をすごく擁護することもできないし、うん、まあだからといってね、でもまあお酒がでもな飲めないようなやつはなんかあれだな、なんかこう人として信用できねえなみたいなことも言われるしねそういうことね、言う人たまにいますよね、いるだいぶなんかそういうもう、でも確かにそうなのかな、なんかまあそういうあとタバコとかもあれなのかな、昔なんかアルバイトしてた時になんか休憩があっていろんな世代の人がいるんだけど、タバコを吸う人はさタバコ喫煙所に行くじゃない、はいはい、そこでなんかちょっとコミュニケーションできるみたいなのかな、ありますね、ちょっと長くなるのが早いんだよね、はい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 、タバコ吸わないと別に何も普通になんか一人で行くだけなんだけど、タバコ吸うとな、なんかだから喫煙所なんかでもさたまにさなんか、ね、今はもっと喫煙所が分かりやすくね、はいはいはい、減っちゃってさ、はいはいはい、綺麗な女性が吸ってるやつじゃない、ありますね、あれなんかあれなんじゃない、なあのナンパし放題なんじゃない、あれ、まあ、あれナンパ待ちなんじゃない、あれ声かけていいんじゃない、あ、何吸われてるんですか、僕もなんですよなんてこと言って、まあ、ちょっとね話しかけるきっかけはできるもんですね、そうそうそう、それでなんかもう結局いろんなもん吸っちゃったりなんかしてね結局そういうことでしょそういうことじゃないの、そういうこと、ちょっと頭が習慣大衆な頭になってちょっとちょっと週刊大衆、週刊実話的な感じになってるないきなりそんなね、そういうところにはいかないと思います、いかないけど結局そういうことでしょ、そういう、でもちょっとそういう漫画ばかり読んでるからちょっと、ね、そういうね、はいはいはい、いやなんかあれとかいい、なんかね、うん、だからいやだってペットの飼ってる人なんかさ、はいはいはい、ワンちゃんが飼ってるなんかしたら公園だったりするとワンちゃん同士がさ、誓っちゃったりなんかすると、あれなんて言って、すいませんねなんて言って、あれ、いつも来られてますねなんて言って話が出て、はいはいはい、話題ができちゃったんですよ。それと一緒じゃないの？そうタバコなんか吸ってた。はいはいはい、そうですね。それも一緒のね。あるから、ちょっとだからタバコとかお酒をやる人がちょっと羨ましいなって思った時期もあったね。もう体質的にね、お酒はもうドクターストップがかかっちゃったから、はい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 、ドクターストップじゃないよ。またそんなこと言おうとしてあられちゃんじゃないんだ、人あられちゃんみたいって乗り巻きせんべいみたいって、人ペンギンの住民みたいって、ね
いやだけど、そういうのがあるけど、まあでもな、好き、やめ、まあいや、なかなかね、あの前園さんとかね、サッカーの、そうですね、やめましたみたいな、はい、あとまあ、草薙君とかね、そういうお酒の失敗も、はいはいはい、まあ、何度も言うけど、草薙君はそんなに大したことじゃないけど。よく考えたらな。まあまあそうですね、はい、と思わない？はいはい、そうですね。なんか裸になって公園で夜中に叫、信号って叫んだだけでしょ。親友の名を呼んだだけでしょ。いや、まあでも、まあ隣のね、公園でやられたらちょっとびっくりしますけどね。いやだけど、そんな交通事故とかさ。まあまあ、それと比べれば。いや、だからそこまで、あの迷惑か、大きな声出してね、迷惑かけるのは別に酔っ払ってなくてもさ、あるわけだし、まあ、なんかカラオケ屋でバイトしてたから、その時はね、はい、多少はその酔っ払ってる人に、ね、接することはあったけど、まあ、今はそでもやっぱあの酔ってる時 の, あのブレー交換というのはちょっと羨ましい感じですよね。ああ、はいはいはい、はい、その女の子に昔だったらこの口説く時なんかもね、はいはいはい、だからそのブレー交換あるじゃない、はいはい、そうですね、だからなんかドラマの昔ね、第1回が必ず酔っ払っちゃってホテルで起きたらなんかあれ誰なのみたいなね、はいはいはい、古いドラマあったり、そ う, そういうドラマ、そういうそういうことがないからさ、はいはい、どうすればいいんだと思ってたのね。その16、7ぐらいの医療科少年をこれ、ね、はい、お酒も飲まないのに女性をそういうところに行けるのかとかさ、はいはい、なんか飲んで盛り上がるって方がなんかいいし、うん、みたいな感じがあるから、やっぱお酒をね、だからなんか。もう難しい、なんかでもお酒の方がなんか体内でも体に悪いとか、そうですね、出すやつ、お酒はね、やっぱ依存性っていうのがありますからね、強い。じゃあ大麻解禁しますか。それはまたちょっと違う感じもしますけども、じゃあ二十歳になったら今日はみんなでちょっとラリっちゃいましたってアイドルが、あのブログに上げるわけでしょ。そうですね、だから お酒ちょっと仲間で飲んじゃいましたみたいな感じ で、ね、ちょっと吸っちゃいましたってことになって、そういうことになっちゃう、でみんなで応援するだろ、解禁した、しねえわそんなアイドル。おかしいだろ、だからそうです、オランダにはもしかしたらそういうグループはあるか、オランダアイドルいないだろ。雰囲気で言ってるけどオランダアイドルいないだろ。そうですね、だからその結局2年前のことがさ、あのこのね、うん、あの山口くんも持ち出されちゃうだろ、はいはい、蒸し返されちゃうだろ、その NHK でやっててさ、女の子ね、酔っ払って呼び出してさ、なんかね、ちょっともう無理やりさ、なんかね、そのやろうとしたみたいなさ、ことをさ、R の法則な、100回やって1時なしな、もう R の法則、久々に俺を見たらね、2011年から18年まで行われてたんですけど、まあもちろんね、あの山口さんのことで、あの NHK E テレですか、やってたんですけど、とにかくね、これね、あの乃木坂とかね、AKB とか SKE とかね、あのアイドル界がね、普通ね、コラボしないようなところからね、送り込まれてるんですよ、はいはいはい、で、ジャニーズジュニアとか、ジャニーズ以外の男性グループとか、はい、なおかつ、もっとね、所属事務所もないようなアイドルとかが、とにかく入り混じってるっていうね、もうこの思春期のね、男女をね、そんなところに大部屋にね、ガーッと入れたら、でそこまで視聴率も良くないし、アイドルファンはそんなになんか、自分の推しがそんな長くしてるとこお互いに見たくないから、そこまでチェックしないわけですよ。で、まず内容がそんなに面白くないんですよ。わざと面白くなくしてるんですよ。面白かったら評判になってね、拡大されちゃうでしょ。拡大されたら山口くんも困るわけ。だから適度な面白さ。というか面白くないんですよ、まず。で、前はなんかその、りんたまなんたろうとかやってるから、子供とかがやってるからね、その子供のなんか親子で見てる視聴者は変えるんですよ。で、7時ぐらいになって、6時55分ぐらいから始められてもね、いやいや、もうご飯食べてるしね、他のなんか民放見ちゃうでしょ。で、あと YouTube とか見ちゃうから、まあ、とにかくね、若い子をターゲットって言いながらね、若い子が見ない番組なんですよ。だけど、ちょっと綺麗な素人と、ね、アイドルグループのいろんなところが、とにかく人気出る前に、わんさかわんさか、送り込まれて、で、手のいいなんか卒業みたいな感じにしてね、後腐れくなくね、押し出してたんですよ。っていう、もう、悪の温床みたいな番組だったんですよ。アーの法則ってのは、これはもう最初から言ってたんだから。SKの子も出てた。エゴちゃんも出てたんだから、これ。よく考えたら。R の法則、エゴちゃん出てた。エゴちゃんも出てた。他にも AKB のメンバーとかも出てた。まあ、エゴちゃんはそういうことないですよ。はいはい、全部シャットアウトしてました。だけど、ね、
そんなもんさ、絶対さ、素人の真ん中のさ、なんか中途半端に事務所入ってるね、なんかアイドル、あのなんかジャニーズとも仲良くなりたいし、女の子とも仲良くなりたい子がさ、みんなで LINE 交換しようよとか言ってさ、LINE 交換してたそのグループに入ってたらさ、なんか空気の読めないみたいな感じになっちゃってね、結局さ、このね、ジャニーズの子となんかアイドルの子も繋がっちゃうんだ、この真ん中にいるやつが悪いんだ、だからその小池圭介連れて行ったみたいなね、そういつも言う芸能人と、そのなんかその女の子を見せたのな、連れ込むその真ん中のやつ、真ん中このやつがさ、もういくらでもいたわけよ、ワンサカワンサカな、アンの法則にはさ、もうそんな番組を仕切ってたとか、そこにいたってことはそれから起こってますよ、私まだに。だ山口くん、なんだそれ、作ってたもう制作、うん、それがもうなんか受信料とかで出来上がってたっていうことになって、NHK それ関しては起こってますよ。それも含めてね。そんな番組が7年間も、だからまあある意味終わらせてくれたってことに関しては、まあ逆説的には良かったんですよ。これがなかったら山口くんじゃない人になって続いてたかもしれないですよ。だから山口くんはまあね、もう年齢も上だから 40, とか40代とかね、なんか分かんないけど、その別にね、例えばキャインの天野さんとかが司会してたらさ、天野さんには何もないわけ、いい人選だろね、それぐらいの人がやってたらさ、若い子は若い人同士でなんてさ、ネットワークでやるけど、もうね、天野さんは関係の普通そこに入っていこうと思う、そのティーンのさグループにさ、いくら TOKIO なんて言ってもさ、入っていくところがまたすごいんだけどさ、でそうですね、でそれを俺はそのアイドルのね、やつだとさ、アイドルつなぐなんか中途半端な、多分もう今ね、もうあの結婚しちゃってさ、なんかそんな私ジャニーズ Jr. の何々君と知り合いだったことあるんだよみたいな、なんか画素数の悪いさ、なんか昔の携帯に入ってるさ画面とか見せられて、すごいとか言って、でもこの頃なんか何々君髪型ダサくないなんてこと言ってさ、でも羨ましいみたいな、そんなことだけにね、なんか田舎でさ自慢してね、あと大河ドラマでちょっと辞めた俳優と一緒になってさ、ねエキストで出た女の子とさ、あの子と同じ事務所だったんだみたいなね、地元に帰ってさ、なんかあの道路沿いのなんかショッピングセンターかなんかにさ行ってね、なんかフードコートとかなんかで話してるわけですよ、あいつら。本当にもうそれがね、あいつらがいなければね、こんなこと起こらない。でもあいつらがいなければっていうか、もうそんな番組作っちゃったらね、そんな子たちをね、この楽屋に置いちゃったらね、そんなことが起こるのは当たり前なんですよ、思春期ですからね。本当にそうですよね、思春期に少年から大人に変わるんですよ、これね、と壊れかけのレイディオですよ、本当に。とにかくそれも彼女たち、彼氏たちは 悪くないんですよ、はいはい、でもだんだんもう、あでもあそこの番組ってそういうことを行われてるんだよな、この現代においてあそこすげえガードいるんだよ、あそこなんかこあのそういうの事務所が緩くなる感じだよなって、で若い子がぐわーっとね入り長くなってたら、そこに上のマネージャーね入りにくいんだよ、これ、はいはいはい、お芝居の時もそうなんだけどね、はいはい、入りにくいんだよ、もうそこから仲良くやってくれた方がいいわけだから、はいはい、まあ、仲良くなってくれても全然番組としては面白くならないのよ全然なんか何々ちゃんって普段はこうテレビではこうなんですけど、普段はこうなんですけど、いやいや普段のお前のイメージもできてないうちにね、裏側を披露されてもね、何の興味も湧かないよと、お前やめてよそんなこと言わないでよ、ニヤニヤじゃ、ニヤニヤじゃないんだよ、何のためそんな緩い番に行われてたってことをね、皆さんに忘れないでほしい忘れてたのに、それに俺が早くから怒ってたことだけど、そのアイドルの皆さんがね決まったわけですよね、だから最近で売れ子だと西野美希さんとかも出てましたよ、ああはい、西野美希さんはそこでなんか知り合ったっぽいけどな、いろいろな、あそうです、ね、まあ、だけどあの子はぶっちゃけてる子だからね、はいはいはい、だけどなんかそういうね、こうな、だからもう最初の頃から俺は怪しいなと思ってたの。だから SKE の皆さんとかファンの皆さんにはそういうこと言ったら全部ショック受けるだろうしな、まあ、エゴちゃんとかしっかりしたものならいいけど、そういうさ、そうじゃないなんかさっき言ったなんか中途半端な子たちもたくさんいるわけね、つながりないみたいな、もう入ってもう芸能界入るってことはもう結局ジャニーズと知り合いたいから入ってるんだから、俺もそうなんだから、結局ジャニーズとつながりたいから入ってるんだから、そうですね、知り合いになりたい、そうだ、それでこの世界入ったんだろ大体、そうですね、そういうことなんだからそんなことないですけど、そんなこと、そういうことあるんだから、だからね、もうそういうね、もうね、なんつうんだろうな、もう早くから感じてたんだけど、それをその時に言うと、何そんな地上波のテレビ決まってんだからさ、そんな野暮なこと言うなよ医療官みたいなことになるわけ、そんなはずないじゃないとか思うわけ、あんなちゃんとした NHK で放送してんだろうかと思うじゃん、そしたら案の定これでしょ、こうなっちゃったらさ、だから俺のそこが全て当たってんだよ、ただ支持者が少ない、本当に少ない、とっくに分かってたわけです、全部分かってんだよ、どうなるか教えてもらうか
2年後の芸能界どうなるか教えてやろうか。こんなこと言っても大して信憑性がないからって別にこの回そんなバズらない。別にまあ具体的なこと言ってないからそのままちゃんとうまくやってるから、うまくやってるからまあ逆にバズらないのかもしれないけど、しんないけどな。そうなん、そこはもうなんかそこのな、あのもうその大人の分別が邪魔をするわけですよ、私の。そうですね、そこはね。本当にもうなんだかもう腹立たしいですね、本当に。もう、R の法則、今度は Q の法則って言いますよね。Q の法則ですよ、もう。誰が出てるんですか、誰が出てるんですか。そのね、なんかわからない、もう本当に、なんかもう、日もさっちもいかないような人たちをね、集めてね、本当にそんなような。こともありましたしね。あとはあれですか、まあ一応キングオブコントがありましたかね。はい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 、そうですね。キングオブコントはどうです、どうでしたか。ジャルジャルさんが優勝でね、納得いかないって言ってましたけど、どうも納得いかないってことではないんですけど、まあ、うん、松本さんはねすごく、うん、あの毎回ジャルジャルさんをすごく高く、もうすごい出てるからね、最初の頃から出てるんじゃない。あ、そうですね、結構な、まあ、M1 もね決勝出てるし、そう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 、とにかくキングオブコントもいろいろいっぱい出てて、うん、あれですけど、僕はあんまり、うん、あんまりそんなにこうミルクボーイの時という厳しいなミルクボーイもそんなにね、引っかかってなかったし。いや、ミルクボーイも面白かったです。いやいや、そんなでもなかったですよ。いやいやいや、個人的には、まあ、まあ、好みですよね。好みの問題として僕は、誰が良かったですか。僕はニューヨークさんとか。ニューヨークはでもコントのなんかスタイルが全然違ってね。そうですね。なんか2本目はなんかこう、ヤクザの、はい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 、まあ、兄貴と、はいはい、まあ、射程みたいな感じで。はいはいはい、嶋佐くんの方。そうですね、嶋佐さんが兄貴。似合うな。似合ってましたね。似合いすぎですよ、普通に V 字でとかの仕事来るんじゃない。あれ、あ、はい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 、はい、吉本結構そのやってる吉本の人とかありますね。 V 字で系をさ、はいはいはい、結構若手のうちっていうかさ、あの年代って割とやるじゃん、はいはいはい、芸人さんとかって、ね、そうですね、はいはい、やるけど、なんかそのまあ2人ともいけそうな、いけそうですね、チンピラ役とか感じ方。嶋佐くんと俺もあの仕事はないけど、プロレス会場ではむちゃむちゃ合うんだよね。あ、そうですか。プロレス会場ではお疲れ様ですけど、もうどういう人だと思われてるのかわからないけど、ね、もうプロレス会場ではなんか両国国技館とか後楽園ホールとかで、あ、お疲れ様ですみたいな、プロレスが好きだっていうのはね、はい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 、すごく知ってて、で空気階段、はい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 、いやもうね、去年のあの去年に続いてね、はいはいはい、去年はその9月に私も25周年記念医療科長特急イベントや、はいはい、それに出てくれてね、そうですね、で決勝でかけるネタをね、はいはいはい、披露してくれて、もう、まあ、もうファンというかね、あの、まあ、自己検査でもね、はい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 、始めましたけど、もぐらくんと一緒だったけど、はいはい、いやでもね、ちゃんとね、まあ、ちゃんとでもないけど、まあ、メールとか LINE か、はいはい、LINE でさ、もぐらくんにさ、一応当日だよ、ええ、あのもう午前中いろいろ何やかんだってバタバタしてさ、忙しいだろう、いろいろ、あの、まあ、頑張ってとか楽しみにしてとか言ったら、ありがとうございます、やりますみたいなさ、あ、そうです、すぐ来てさ、でこれ豆だ、豆じゃちょっと意外じゃない、はいはいはい、すごいその辺が、はいはいはい、で岡野陽一にもさ、はいはいはい、なんかいろいろライブとか出てくれたらすぐ返事くるんだよ、だから借金がある人って意外と LINE とか豆ね、あれあの意外とそこは債権者に対してその誠意を見せるのがその LINE 返すのはお金かからないじゃない、だからその返すのは遅いのかもしれないけど、お金返すのは遅いかもしれないけど、その反応の意味では反応早いのね、いやなんか染みついてるんですか、2つの例でしか岡野もね割とあのいい加減じゃないのよ、 あ、ちゃんとじゃあ事務所に聞いてスケジュール確認しますとか、はいはい、今回あれですとか、ありがとうございます、はいはい、すぐね、ありがとう、返事とかもね、はいはい、お礼もするで、俺今回も面白かったよとか言ったら、いやまた来年頑張りますみたいなのもすぐ来るの、だから借金ある人ってそういうとこあるな、だから意外ですね、すごいね、あの、あるし、いやだからやっぱお客さんがさ、あれさ、いつもの基礎じゃないんじゃない、観覧じゃないんじゃない、じゃない、なんか事務所に入ってるさ、はい、女の子っぽい感じの、そう、なんか 今から売り出そうみたいな子たち事務所に入ってて、なんかそのね、なんとか歌謡祭みたいなの前列に座ってるさ、ちょっとシュッとした女の子たちいるじゃない、で、多分よく映るから、あなたたちちょっとそこそこ綺麗どころを集めてやってんだけど、長丁場なんでもう目が死んでるっていうあのもうファンでもないし、もう目が死んじゃってるって全然後ろで見たら立ってるんだけど、もう前で見たらもう完全に目が全部のファンなわけないじゃん、え、そうです、そんなね、なんかそんな柏木由紀さんでボヘミアンとか言われてさ、盛り上がれるわけないじゃん、その人たちはさそんなのさ
キスマイフットだったらまださ、若い話のさ、カズラヒンクさんの時にうわーってさ、20代の女の子たちがさ、あれモンタイジノリさんにとってそんなハスキーな人ばっかりさ、続けられてさ、盛り上がるわけないじゃん。そんなさ、ああいう人たちじゃない。そうだからな、なんか日村さんの後ろにいる人が可愛いとか言ってな、あの、ね、ドクロクがついちゃったみたいな感じで、それが俺もそっちが気になっちゃってさ、なんかその子で、その子もまんざらでもないみたいな顔してたの、日村君の人だったかな、はいはいはい、そうですね、途中で出てきた前年度の優勝者のドクロクが、はいはい、後ろの子可愛いんですねって言ってたらさ、はいはいはい、みんなフェースガードしてるけどさ、はいはいはい、したらもうその子が気になっちゃって、あれ他の松本さんとかさ、サマーズさんとか後ろにいる女の子たちちょっとピリッとしたと思うよ、あれえ、なんであの子だけみたいなさ、なんなのって、あの、で、その子もありがとう、なんかその、まんざらでもないみたいな顔したのよ、その後ろの子も、ありがとうございます、まあ、日本みたいなね、まあその、私もそんなこともちろん言う場じゃないのは分かってましたけど、で、口にもしてませんけど、私も実際感じてましたよ、みたいな、だから、このね、赤い服着てね、金相撲みたいな感じで。一番いいところに、やっぱあれ何列もいてさ、一番よく映る人ってやっぱその審査員の後ろじゃん。そうですね。で審査員の後ろの中でも、あ、今日、じゃあ事務所でさ、あ、ちょっと何々ちゃん、ちょっと行ってとか、キングオブコント、え、観覧ですか、え、でもなんか場所いいとこみたいで、あ、じゃあ行きますみたいなことでさ、ちょっと来週、ちょっとバイトが変わってみたいなこと言ってさ、女友達がなんか変わってもらって行ったわけでしょ。したら、その、まあ、審査員の後ろに、行くってことはその赤のね、その観覧席の女の子の中ではまあ言ってみればセンターですよ。そうです、ね、センターというかそのまさにトップですよ、まあ、抜かれるわけですね、抜かれ一番抜かれるわけでしょ、はい、その中でだから日村ね君の後ろにいた人は多分ああこれいけたなとでもそんなの分かんないからそんな映ってんのかなどうなのかなみたいな感じでだからもう多分あの子たちとかもう笑ってない笑うとかそういうじゃないですよ全然どれぐらい映る。で、あと、例の発言があった後、かわいいねの後なんかもう、たぶんあの辺の一節目なんかピリついちゃって、全然笑ってないと思うよ。あの子、別にさ、お笑いとか全然分かってないし、私の方がなんなら素直な感じで笑ってたし、リアクションよかったけど、あの日村君の、たぶん後ろの人なんか、あれ全然笑ってないし、あれ自分がどんな風に撮られるかとか、どっちの角度がいいかとかさ、そんなことばっか気にしちゃってさ、その本文であるさ、ちゃんと笑って、にこやかに笑って、この会場のスタジオの空気も良くするっていうさ、そこのとこ全然できてない。何マネージャーあの子みたいなさ。もう、あれ多分学校に帰ってもすごいピリついてました、絶対に。そうなんですか。そうそうそう。でまたなんかそういうなんか小文肌のことだけなんかよかったね何ねんちゃんとか言って何あんなの来てんのあんたあんな中国のさ大したことない別にあんなのさその一日だったら忘れんだからさなんかツイッターでちょっと調べられるとさ別に仕事が増えるとかないんだよ別になんかどうせさなんか水曜日のダウンタウンとさなんかね霊能力あるからやってる選手権とかさなんかそんなとこに選ばれてさねなんかその時はなんかちょっと面白くなるけどさじゃあ仕事発注しようかってならないんだよあれ結局損するんだよあんなものは結局あんなものはさな逆にあんなの黒歴史になるかもしんないからさ ない方がいいんだよあんなものはその時のその瞬間のさなんかこう注目だけでさ長い芸能生活を考えたらダメなんだよみたいなことを飲みながらぐちぐち言うわけですよ他のねあの女の子たちはさそれぐらいまで考えてもちょっとネタが頭に入ってこない全然そこまで考えてるとちょっと入ってなかったからちょっと申し訳なかったネタ全然見れないですね申し訳なかったでもきっとまあ俺2つ合わせて空気変えないのがまあまあ好きだっつうのもあるし、はいはいはい、あとやっぱ音ネタとか歌ネタがなんか多かったね多いですね多いというかこれは多分トレンドだと思うんですねいや本当トレンドになってるなって感じがした、はい、まあ歌ネタ王ってものがな、はいはい、あるにも関わるしな、はい、あれは全国放送じゃないのか、まあ、全国ゴールデンでやってないけどなんかもう大事なところが割とその音声になって、はい、笑わせどころが音声になってるとか、はいまあ、カラオケで流れてくるとか、まあ、高瀬君だけはね、あのハープ吹いて、弾いてましたけど、はいまあね、あれもだから、自ら弾くのか、はいまあ、ああいうね、弾いてる当て振りにして、笑わすのかとかはあるけど、はいはい、なんかもう、あれだな、その、まあ、あんまイメージ的にあんまり使わなそうな、東京03とか、はい、あとあのバイキングのね、はいはいはい、コントなんかも、なんかあのやりたいなんかやり取りだけってやってるから、はいはい、あそうかまあそんなことはないんだろうけどあの感じはなかなかそうかトレンドなのかねだと思いますね、うん、なんか TikTok いわゆる今はもうこの数年で TikTok で皆さんこう、うん、あの面白いかどうかっていうよりは楽しい気分になるみたいな、うん、そういうあのエンタメの
トレンドがやっぱちょっと影響してるのかなという分析ですね、うん、私なりの。まあジャルジャルだってある意味音というかな、はいはい、2本目の方もな、はいはい、1本目もまあカラオケを務めて面白かったけど、はいはいはい、あのまあ例えばグネスで響かなかったみたいだけどまあだけどなんかそのね2本目もね、はい、あのまあタンバリンの音みたいなところもあるし、はい、GAG なんかもまあそうだな、そういう感じも、はいはいはい、あったから、あそうか、そういう、あそうか、ウルトラブギーズだってあれも割るっていうね。あ、そうですね、はいはいはい、そうウルトラブギーズね、なんか去年も2位ぐらいだったのかな、多分。そうですね、はいはいはい、あのなんかサッカーの実況でね。あ、そうでしたね、去年はよく、よかったけど、今回はそこまでじゃなかったけど、あれも面白かったですかね。そうだ、そうそうそう、ウルトラブギーズはなんかあのコントのして、あの2人の顔が濃すぎないのがいいねあ、そうですね、はいはいはい、なんかそうですね、はい、いや、そういや今となって思われるけどさ、ゼロさんなんかもさ濃い人いないじゃん、あんまり、はいはい、まあちょっと普通今はもうみんなね、はいはいはい、なんかそれぞれ感じが分かってきたけど、そうですね、いわゆるさ、はいはい、この人を見ちゃうみたいなさ、はいはいはい、ああいうさ、あのジャンポケとかさ、はいはい、今日村さんとか安井さんみたいな、そうそう、そういう感じじゃないじゃん、はいはいはい、あのね、だからなんか逆にこうコントにスッと入っていけるっていうか、うんうんうん、まあだから実力がね、はいはい、そうですね、ないと、だ個性がないって、だそういう人たちはまずそれでなんかキャラクター、この人とかこの人はこの役者出てきた瞬間に面白い人っているじゃない、はいはいはい、なんか紛争とかしたら、はいはいはい、そういうのがちょっとなかなか、そういうのをもし無理やりその薄い顔とかやっちゃうとちょっと痛々しくなる場合ってある、はいはいはい、だそういうのができない、はい、それはそれでなんか悩みとかあるかもしれないけどね、はい、そういうのがいいですよねって場合と、いやいや、そういうのはだから、あのアンジャッシュなんかも個性がないって、あの昔すっごい昔悩んでましたもん。あ、そうですか。そういうのすっかり個性ができちゃってね。そうですね、個性の塊、個性の塊になっちゃって。そうですね、個性しっかり出てますね、しっかりだね、いやだからそういうことだよな、うん、うん、あとなんかお客さんのこの空気感じゃないけど、はい、あのもうなんか、ね、スタジオの喋った時の反響が、お客さんがすごいいて感じる声の伝わり方と、なんかギャグの時は笑うんだけど、そうじゃない時は笑わないっていう時の声の響き方がなんか分かるね。あ、そうです。あ、これ緊張感を増すタイプだな。はいはいはい。今回はなんか前半なんかそんな感じしたね。そうですね。特にやっぱこのコロナ禍で、さっき言ったようにね、もうその女の子たちはお笑いファンというよりもね、まあ分かんないけどそういう感じだし、でその審査員の後ろはもうピリついてるし、はいはい、ね、メスで、メスの件でピリついてるから、そんな広い長い目で見ればどうでもいいことでね、あの子たちピリついちゃうんで、でもそれはもうピリつかせちゃうっていう、その芸能界が悪いなやっぱり、まあまあまあ、事務所も、まあまあ、そうです、あれぐらいのでも綺麗さっていうのはね、意外とね、なんかちょっと偉い人がね、なんか非常になんか声かけやすいぐらいの綺麗さだからね、あのこれ逆に良くないね、逆に良くない本当に、頑張って、ちょっともう本当に女優だとしたらもうじっくり今はね固めてね、あの松本まりかさんみたいにね、30代半ばでねそうですね、あのこうね、なんかちょっと物足りない、なんか推しが弱いんだよなって言われててもね、やっぱりあの鍛えに鍛えてね、頑張ってほしいですね、舞台でね。そうですね、舞台だったらまたなんかその演劇論でなんかね、変に納得させるっていう、なんかろくでもないやつがいるから出てくるから結局どこ行ってもダメなんだけどな、よっぽど重要にするものが出てこないとね、なんかそのね、うん、演劇論 語りながらこう口説こうとで、すぐまたあの人とお酒飲み行っちゃうから結局舞台の人はすぐお酒飲み行っちゃうから、お酒好きですよね。お酒好きなんだよ。でみんな仲間じゃないみたいな。もうなんか同じ船の乗組員だよみたいなね。宇宙船地球号だみたいなこと言い出すわけですよ。もうそういうようなことばっかり言い出すから。そうですね。もう芸能界なんかやめて帰ってこいよ。田舎に。田舎に帰ってこいよお前。そうか、今コロナだから帰ったら帰ったでまた厄介者扱いか。かせちがらいよ、どうすりゃいいんだよ、行き場がないわ、もうみんなそういうやつら、俺の新番組 Q の法則出してやるから集まれ、そういうやつ、俺の番組に、俺の番組に集まれ、お前、新宿の地域センターで、新宿の地域センターでやるからさ、もう集まってこいよ、お前たちはさ、本当に何の話をしてるのか、あ、キングオブコントね、そうですね、はい、っていうのもね、ありましてね、はい、あとね、あ、そうか、まあ、今 G1 クライマックスやってましてね、はい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 、アキジョコケントさんのね、
ちゃんとこれ T シャツも着てますけど、あ、そうですね、本当に、いや、本当はこれね、ケンタさん、今ね、バレットクラブに入ってるのね、はいはい、でバレットクラブのなんか T シャツのケンタバージョンみたいな感じになってるんだけど、はいはい、これはもう本当にケンタさん見てるから言うんじゃないけど、まあ、見てるから言うってのもあるんだけど、正直に俺、バレットクラブそんなに別に好きでもないんですよ。あ、そうですか。バレットクラブはね、はいはいはい、別にね、ええ、いや、なんか T シャツがすごいおしゃれでて、だから、なんか、バレットクラブケンタバージョンはね、あんまりね、ええ、そんなに着たくないんですよね。本当に申し訳ない。これ、まあ、見てるから、あえて言ってるみたいな。見てるから言ったわけじゃないんだけど。いや、かっこいいんだけど、白のやつかっこいいから、いや、かっこいいんだけど、なんか、それこそ、ケンタファンっていうのも、いや、ケンタさんの T シャツなんだけど、なんか、バレットクラブの中のケンタっていう感じだから、俺としては、ケンタの方が上なわけ。はいはいはい、はい。バレットクラブよりも。あ、はいはいはい。今ね、ちょっとね、J. ホワイトっていうね、すごい、まあ、ちょっとリーダー的なやつとか、あと、イーブとかね、すごいね、なんかね、誰がリーダーなのか、誰がトップなのかっていうのがね、正直今ね、この G1 で決まるじゃないけどね、はいはいはい、要するになんかアメリカからね、アメリカ組はね、まあ、ケンタさんもアメリカ在住とかアメリカ組なんだけど、はいはいはい、ちょっと来れなかったわけ、はいはい、それなりにイービルっていうのがね、はいはい、ロスインゴってナイトの仲間だったから、はいはい、まあ、ナイトの方のね、2番だったんだけど、はい、来ちゃったわけ、はいはい、で、一時 IWGP チャンピオンにもなっちゃったわけ、はい、そうなってくるとなんか序列がね、うん、なんか一番この、まあ、リーダーっていうのは別にいないんだけど、なんとなくこの人がトップかなみたいなのが、はいはいはい、なんかちょっとね、まあ、ロスインゴだったら何はどうあれ内藤だなとか分かるんだけど、はいはいはい、なんかね、はっきりしないのよ。あ、だもしかしたらこれ G1 で何かあるかもしれないし、はいはいはい、最終戦あたりでなんかこう、なんかいろいろあるかもしれないな、はい、途中、はい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 、途中で。で、ケンタさんがやっぱそのね、終わった後バックステージでそのね、そうですね、やってるちょっと面白い路線、はい、あれがね、ちょっと一つね、ちょっと注意点があってね、はい、面白くなりすぎてるって問題があるね。で、乗りつくの、お前なんとか、これなんとかでイメージビデオみたいじゃないかよって、その畳みかけの口調、本当にね、俺に似てる。なんとかでなんとかじゃないんだから、もうそのなんか畳みかける感じの、一回こう言ってね、俺がなんか例のね、大河ドラマでエキストラやってる女の子の話とかね、キングオブコントの後ろの観覧のね、客の女の子の妄想を言う時のあの感じのエッセンスがね、これね、俺の完全な口調じゃないんだよ、ないんだけど、ちょっと入っちゃってる、あ、ごめん、エキスがエッセンスを取り入れちゃった。ただ他の人、プロレスファンも分かってないと思う、見てないから、あいつら全然見てないから、このチャンネル見てないから気づいてないんだけど、そのなんて言うんだろうね、その方法論っていう、だから本人も気づいてないうちぐらいの感じで似ちゃってると思う。あ、これ俺も大竹誠さんと全然芸風違うし、漫談だしね、大竹さんはそんなんじゃないし、コントの方だし、違うんだけど、なんかね、感じが似てる時ってあるのよ。はいはいはい。だってこれもあるでしょ、父親の喋り方にね、はいはいはい、もう年取ればね、すごい似ちゃうっていう。ありますね。あるんですよ。はいはい、俺なんか子供の怪し方、はい、息子の怪し方、ね、そっくりなのよ、そ関わり。あ、そうなんですね。習ってないけど、自分がやっぱ言われたことが思い出すんだろうな、はいはいはい、自分がこんな感じでわーとか、なんとかなんとかとか、なんなんちゃーんとかいう、なんか独特の感じってあるじゃん、はいはい、子供の怪し方なんかさ、はいはい、なんかさ、別にさ、まあ、自己流皆さんに、ね、ないんだけど、はい、で、自分がされた時って何年前だったんでしょ、はい、だけど、父親にあれ、こんな感じで言われてたなみたいなのがあるし、はいはい、ちょっとした驚き方とか、何ご飯できたよな、何とか、そのなんかその返し、子供に対して言われた時の返しがね、うん、似てちゃうの、それの同じ状況が今イルカチョウ時とケンタで起こってる。本当に親父と息子みたいな。そう、ずっと見てきちゃったから、やっぱりそこ、まあ、アメリカ時代でね、ずっと、まあ、ポッドキャスト時代からケンタさんはそうそう、もう耳から、ポッドキャスト耳から入っちゃってるから、もう逆にそうなのよ、はいはい、言ったじゃん、あの頃日本人とそんな喋れない時もずっとやっちゃったから、ね、はいはい、やっぱなんかね、もう似てるとか似てないとか真似ようとかじゃないのよ、もう入っちゃってるのよ。もう遺伝子レベルのところで入り込んじゃってるのよ。だからもうこれしょうがないのよ、うん、でもみんなにはまだ気づかれてないから、うん、ケンタさんの中にもうユリバさんのエキスが入っちゃってる、もう入っちゃってるんだよね。でノアの頃とかあんな喋ってないから、あんな感じで、そうですよね、あんな感じ、はいはいはい、感じ喋ってないから、はいはい、なんかその説明するときに、なんとかなんとかで、なんとか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 なんだよっていうさ、そのセンテンスが割とこの
ここに行くまでのこっち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 までの行数が割と長いんだよ割とその感じの喋り方ってね他のレスラーの方してないんですよ。はい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 。それはもうこのポッドキャスト YouTube でもうね入り込んでだからもう本人がもうこれね認めるとか認めないとかいうレベルじゃないんですよもうしょうがないんですよこれもで異論はもう認めないですから異論というか異論はもうないはずなんですよその通りなんですだってもうこれはもう俺が思っちゃったんだからこれはもうしょうがないんですよね本当にね。ゆるかさんと健太さんの対談ちょっと見たいですけどね。いやだからもうねちょっと終わった頃にね自分がね、はい、出てくれるかもしれませんから、はい、もうあの本人のあったらもう全然また俺も違う感じの鍋になりますから本人にしたらまたね、はい、また全然はいということでね、チャンネル登録よろしくお願いします、はい、チャンネル登録が全てでございますこの世はねはいということでございます、単独ライブ9点はね次はもう第28回ですか、一応12月の12日、13日、土日に2日間予定しております、はい日曜日は生配信をね、今回もやろうかと思って、まあ、前回のいろいろね、音声の不備とか、その辺をいろいろね、よりこうね、そういうのをなくして向上させた上でやろうかと思ってますので、はい、まあ、チケットはまたね、後にまたいろんなお知らせが出ると思いますので、はい、はい、ぜひご覧ください。はい、イルカ超特急と、はい、ラビット橘でした。